くり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、私、今とっても怒ってるの。会社の同僚の素行が悪すぎて、目も当てれないの。何があったんだぜ。この前、会社の人たち数人で、食事に行ったんだけど、一人の同僚が、酔っ払って、突然、裸踊りを始めて、踊り狂ったまま、店内を駆け回って、外に。やばいんだぜ、会社から処分されるんだぜ。うちの会社は人がいないから、この程度では処分されないわ。やばい会社なんだぜ。本当に最低だわ、こんな奴が同僚だなんて、私は世界一、仲間に恵まれないまんじゅうだわ。落ち着くんだ、霊夢よ。世の中には、それ以上の問題児がたくさんいるんだぜ。そんなわけないでしょ。いるんだ。というわけで、今日はサッカー界を騒がせた、悪童たちを紹介していくぜ。聞いてやろうじゃないの。まずはイタリアの悪童、アントニオ・カッサーノ。彼はイタリア・バーリ出身の元プロサッカー選手。1998年に FC バーリで、プロキャリアをスタートさせると、2001年にローマへ、ステップアップ。そこでの活躍が認められ、スペインの名門、レアル・マドリードに移籍するんだ。レアル・マドリードって言ったら、世界最高のクラブでしょ、すごい選手じゃない？そうなんだ、彼は驚愕つくほどの天才だったんだが、荒すぎる気性のせいで、その才能を無駄にした、と言われ、未完のままキャリアを終えたんだ。未完のままで、レアル・マドリードまで行ったなんて、とんでもない才能ね。ちゃんと実力を発揮できていれば、伝説的な選手になっていたかもしれないんだぜ。よっぽど荒れてたのね。カッサーノの悪童ぶりは有名だ。チームメイトや監督への暴言はもはや日常、気に食わなければ、審判にも唾を吐きかける。ある時、監督と自分の起用法で揉め、怒鳴りまくって、勝手に帰宅。ピッチ上のコーナーフラッグをぶち蹴り、破壊したこともある。やばいやつじゃない？バーリアローマ時代には、無免許運転で逮捕されているんだ。犯罪じゃないの？かわいいいたずらもある。アルゼンチンの伝説的ストライカーである、バティスプータ。彼は、苦いエスプレッソが大好きなんだが、それを知っていたカッサーノは、そのエスプレッソに、大量の砂糖を投入。バティスプータに見つかって、殴り合いの喧嘩になった。くだらなさすぎるわ。バティスプータはサッカー史に残る英雄だ。そんな偉人に、いたずらできたのは、カッサーノくらいだぜ。こんな話もある。ある日、カッサーノは、練習に遅刻してきたんだ。監督は怒り、罰として、カッサーノにグラウンドを走るよう、要求する。当然だわ。だが、カッサーノは、なんと車でグラウンドを走り始めた。一休さんみたいだわ。確かに、走ってはいるんだが。頭はいいのかしらね。彼は後にこう言った。サッカーがなければ、俺は犯罪者になっていただろう。すでに犯罪者でしょうが？まあ、カッサーノと親交が深い、長友佑都選手が。悪童と言われるけど、純粋な心を持ったいいやつ。と語るなど、彼は根っからの悪人というわけではないんだぜ。そうかしら。そんなカッサーノを上回る、悪童がまだいるんだ。そんな奴いるの？彼の名は、マリオ・バロテッリ、イタリア・パレルモ出身の現役プロサッカー選手だ。またイタリア？彼は世界屈指の悪童として知られる。世界を股にかける男、来たー。彼は2007年、インテルでセリエ A デビュー。その後、プレミアリーグのマンチェスターシティに移籍し、優勝に貢献した。世界最高のストライカーになる資質を持つと、評されるも、やはり気性の荒さが災いし、才能を完全に開花できなかった。彼もカッサーノと同じく、審判への暴言は当たり前。途中出場後、わずか7分でレッドカードを受け、退場したこともある。何しに出てきたのよ。悪質なファウルが多く、その度に出場停止や罰金処分を受けている。とんでもないやつね。ピッチ上での悪童ぶりも目立つが、彼はピッチ外でもヤバいんだ。どうヤバいのよ。交通事故を起こした後、通報もせず、車を放置して、そのまま家に帰ったり、女性刑務所に興味が湧き、不法侵入しようとしたり、とにかく気候が目立つんだ。何それ、かなりヤバいやつじゃない？金銭感覚もおかしいんだ。彼はわずか9ヶ月の間に、駐禁を27回も取られ、愛車のマセラティを何度も押収されている。27回？その際の駐車違反罰金は、130万円以上に上った。払いすぎでしょ。
はした金だと思ってるから、彼は懲りないんだ。彼が所属したあるチームには、遅刻した場合、罰金を支払うという制度があったんだ。そんな制度があったのね。バロテッリは遅刻をしすぎて、罰金額が15万ポンドに及んだという。どんだけ遅刻してんのよ。問題行動はそれだけじゃない。ある日、彼は仲間と自宅で、花火を楽しんでいたんだが。自宅？家の中ってこと？そうだ、その結果、家が燃えてしまったんだ。え、どういうこと？家の中で花火を投げて遊んでいたら、バスルームのタオルに着火し、一気に燃え広がったらしい。何やってんのよ。当然、警察や消防が駆けつける騒ぎとなったが、バロテッリや仲間たちは無事だった。その時焼けたバスルームの写真が、公開されている。やべえ。もっとクレイジーなのは、彼はその後、花火を安全に楽しく行うためのキャンペーンに、参加したんだ。よくその場に出てこれたわね。さらにバロテッリは、ある日、退屈だからという理由で、練習施設の窓から、下部組織の選手に向かって、ダーツの矢を投げ始めた。正気の沙汰じゃないわ。幸いにも、怪我人は出なかったが、クラブは当然、大激怒。彼20万ポンドの罰金を命じたんだ。ダーツで1500万円ってすごいわね。とにかく素行の悪いバロテッリだが、彼らしからぬ、良いエピソードもある。今さら、イメージ回復を狙っても遅すぎるわ。大悪人じゃない？まあ、聞いてくれ。バロテッリはある日、練習場の外で、少年とその母親にサインを求められたんだ。その際、彼は少年に、なんで学校をサボっているの？なんでお母さんと一緒にいるの？と聞いた。その日は平日だったから、バロテッリも不思議に思ったんだろう。すると、少年は学校でいじめに遭っていることを告げたんだ。かわいそう。それを聞いたバロテッリは、少年と母親を愛車のマセラテに乗せ、学校へと向かうんだ。え、どうした、バロテッリ。そして、いじめっ子を見つけ出し、少年と和解させるんだ。その後、バロテッリは校長の元へ行き、いじめ問題を解決するよう強く要求したんだぜ。いい話持ってるじゃない？そうなんだ、彼も根っからの悪人ではない。さて、最後に紹介する選手は、さっきの二人とは、レベルが違う。え、さらにヤバい奴がいるの？そうだ、札付きのワルだ。怖すぎるわ。彼の名はジョーイ・バートン。元プロサッカー選手で、イングランドマージーサイド州出身。2002年にマンチェスターシティでプロデビューする。カッサーノやバロテッリと違い、超絶天才ではないが、優秀な選手であることに変わりはなく、選手や監督からの評価は非常に高い。世界最高峰のプレミアリーグで、10年以上活躍し続けた実績が、そのことを物語る。彼はどんなことをやらかしたわけ？彼の行動は、シャレにならないものが多いので、ここからは少し、オブラートに表現していくぜ。やめて、その前置き、超怖いわ。彼の代表的な蛮行といえば、クリスマスパーティーで同僚と揉めた結果、火のついたタバコを彼の目に、やめて。まだ始まったばかりなんだぜ。もう少し、マイルドな問題行動はないわけ？もうちょっと、表現をぼかして伝えるぜ。彼は武闘派として鳴らし、気に入らないサポーターやチームメイトがいると、問答無用でフルボッコにした。全然、ぼかしきれてないわ。その度に、留置所に送られ、挙句の果てには、刑務所に収監されたりするんだが、彼の実力がすごすぎるのか、なぜかピッチに戻ってこれるんだぜ。復帰を認めたチームは、どういう神経してるのよ。2015年には7試合連続で、イエローカードをもらい、プレミアリーグの新記録を達成。そして次の試合では、相手選手の股間にパンチし、レッドカード、前人未到の領域へ。なんかすごい記録作ってる。次の話もシャレにならないんだが。そんな話ばかりじゃない？当たり前だが、選手は、サッカーを対象とした、賭博を行うことを禁止されている。これを認めたら、八百長試合が出てきちゃうものね。そうだ。だが、バートンは2006年から2016年にかけての10年間で、1260試合にわたり、賭博を行っていた。1260? 桁が違うわ。彼は桁が違う悪童なんだ。他にも無免許運転、信号無視、無賃乗車など、悪用を挙げればキリがない。無賃乗車や信号無視が、可愛く思えてくるわ。
次は、こんな話がもうやめて。じゃあ、この話はもうやめて。霊夢が、うんざりしているので、このあたりにしておくが。まとめとして、彼の悪行の一部を、表にしてあげておくんだぜ。尻出して、30万円。いやあ、こんなのまとめないでよ。マリサ、私が間違ってたわ。世界は思った以上に広かったわ。裸踊りなんて、可愛いものなのね。いや、可愛くはないんだぜ。今度は同様に、くらいしてもらわないと。霊夢のモラルが崩壊する前に、今日はおしまいにするぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。